こんにちは、速稼塾の久保です。今回は法人と個人の違いについて、特にね、法人のメリットについてお話しできるかと思います。まあ、私は常々ですね、一会社員として働く時でも法人として働いた方がいいと思ってます。まあ、芸能人の方とかよくやってます。最近でしたら、チュートリアルの徳井さんっていうのがね、なんか申告漏れを、まあ、脱税ですよね、3年もやってたら。脱税を、まあ、指摘されて修正申告されてましたけども、あれっていうのはですね、法人を作って、その法人から徳井さんが給与をもらってるって形です。ですから法人っていうのがギャラをもらって、法人でギャラをストックして、その部分から一部徳井さんにお金を給料として払ってたということですね。こうすると何がいいかというと、法人から徳井さんに払う給料を調整することができるんですよ。例えば月に15万とか20万っていう低年収にしといて、で、こちらの法人で、こちらの徳井さんの活動をすべてフォローするという形ですよね。で、今回ですね、徳井さんがプライベートで使われていた2000万円の旅行、この費用も、こっちの経費に計上していたので、これは違うでしょと、徳井さんのあなたのプライベートでしょってことで、修正申告を指摘されたわけなんですけども、なぜね、こういうことをするかというと、実はね、もう本当にこれだけなんですよ。法人っていうのは税金が安いんですよ。法人税って大体 30% ぐらいだと思っていただければいいんですけども、個人になると大体徳井さんの場合でしたらね、50% から 55% の課税がされてるんですよ。ということで、20% 前後のね、違いがあるんですよね。20% 税金を納めるのか、納めずに、この会社なり徳井さんなりで使えるのかってことですよ。で、余談を申しますと、このね、巨額な法人なんですけども、チューリップっていう会社らしいですけども、ここにはね、顧問の税理士さんがいなかったんじゃないかと思うんですよ。この売上規模で顧問の税理士さんがいないってことは、それはね、税務申告とかものすごく煩雑でできなくなってくると思います。ただ税理士さんがいらっしゃったら、1億円、2億円ぐらいの、ね、年収でしたらパパッとね、やってくださいますんで、徳井さんがどんなに忘れていても、どんなにポカーンとしていても、まあ、税務申告なりね、決算なりやってくれるはずなんですよ。もちろんね、徳井さんが自分の領収書を出さないとかね、その他の情報を開示しないってことでしたら、もうそれはもうお手上げですけども、そうなると今度はね、顧問の税理士さんの責任が追及されますんで、多分徳井さんの方に行く前に税理士さんの方と税務署の方がね、国税の方が話し合ったと思います。まあということで、ちょっとね、ここら辺は別に置いときまして、さあ、法人の特典なんですけども、どういったものがあるかというお話します。まあ、私は個人で生きてる時に、こういうふうなね、クレジットカード、まあ、T ポイントカードで、ファミマカードをなんとか作らせてもらいました。これ普通のカードですよね。まあ利用で限度額も少ないし、お金が10万円ぐらいしか借りれないっていう普通のカードです。これが私の個人の金融機関からの評価です。ところがね、法人を作ると何が起きるかというと、まずはですね、このようなゴールドカードからスタートなんですよ。なぜなら法人には全く傷がついてないからなんですよね。私は個人としてはもう債務状況めちゃくちゃです。もう、信用状況もブラックだと思いますけども、今はまあ多少解除されたのかもしれませんけども、でも、まあハイランクのカードってのは私はまだできないと思います。ただですね、こちらの法人を作った場合は法人の売り上げってのは結構あります。先ほどの例ではないですけども、私個人としての所得ってのは低いんですよ。個人としてはね。で、法人の方で売り上げが立ってますんで、こういうふうに法人の評価は高いんですよ。で、ゴールドカード、悪くてゴールドカード、良くって、こうやってね、アメックスのプラチナカードとかできるわけですよ。プラチナカードになるとかなりね、特典も多いですし、利用限度額も大きいですしね、信用があるし、コンシェルジュサービスもついてます。で、今回ね、3枚目のカードをちょっとだけご紹介しましょう。この JCB のカードですよね。この JCB の、これもプラチナカードなんですけども、特典は、ブラックカードも等も一部共通するらしいんですけど、これ最近いただいたんですけどね。じゃあどういった特典がつくのかということを取り寄せて、こういった資料をいただきました。これ JCB プラチナサービスベネフィットガイド2019ってやつですよね。最新版でございます。すごくいいね、この冊子になってますよね。このカードを持つことによって、この特典が使えますよってことなんですけども、まあ何があるかというと、プラチナコンシェルジュデスクですね。通常、私が個人の権限で、このカードに、ね、問い合わせをします。後ろに電話番号書いてます。問い合わせをしますと、まあね、今大変電話が混み合ってますので、おかけ直しいただくか、しばらく待ってくださいっていうふうなアナウンスが出て、まあなかなか対応してくれません。ところがですね、こちらのアメックスのプラチナ、もしくはこの JCB のプラチナを使うと、だいたい3コール以内には、このコンシェルジュさんが出てくださいますね。それで例えば、来週の週末にね、2泊3日で、どこどこに旅行がしたいんだけども、チケットとホテルの方お願いしますねと、これを言うだけで、私が、好みそうなサービスをね、パシッと取ってくれるわけなんですよ。
で、経費もこちらのカードから引き落としということでね。で、特典満載と。そういうのがプラチナコンシェルジュディスクってやつですね。その他にも、例えば病院のことですとかね、進学のことですとか、まあ、とにかくありとあらゆるお金を使うことに関しましては相談に乗ってくれるということになってます。いや、ありがたいですね。で、ここに特別の電話番号が載ってます。この冊子に。ちょっとこれは見せられないですけどね。それからですね、ザ・プレミアムという、会員情報誌が届きます。これと似たようなものですね。これが届いて、新しいサービスが見れるということになります。それから、会員限定のウェブサービスも受けれますので、そちらの方でログインすることもできますね。その他にも特典がね、すごいあるんですよ。国内、海外の保険がついてる。ショッピング保険もついてると。で、他にもね、航空機保険。他にもまだまだありますね。空港ラウンジサービスとかね。JCB ラウンジ京都とか、ラウンジサービスが使えるんですよ。要するに空港に行っても、待合室は特別室ですよ。自分のだけのね、ハイクラスの、ブラックカードを持ってるらっしゃる方の、コンシェルジュディスクに行けると。それもね、今度、コンシェルジュディスクじゃないの、ラウンジサービスも受けれるんで、もうゆったり泊まって、ゆったりと乗車できるわけですよね。で、プライオリティパスっていうのもありますね。空港が使えると。まあ、こういう、ハイクラスのカードを使う方ってのは、当然飛行機に乗ったりね、海外に行くケースも多いですから、私も類に漏れずに使わせていただくということになります。それから JCB プレミアムステイプランというのがあります。これはですね、ここにちょっと写真がありますよね。旅館ですとかホテルを、このカードを通じて、もしくはコンシェルジュさんにホテルお願いねっていうと、このホテルをね、1ランクアップ、2ランクアップで取ってくれるんですよ。私、前回もね、東京の方に、港区の方に、言ったんですけども、1万5000円で2人で、2ランクアップしてくれましたね。なんかタワーホテルな、東京タワーホテルなんとかっていうやつ、東京タワーの向かいにある、もうバカでかいホテルなんですけどね。あと、海外ラグジュアリーホテルプランっていうのもありましたね。うわ、すごいですね。で、ポイントもどんどん貯まると。手荷物無料宅配券サービスとかね。グルメのサービスとか、まだまだあります。もうとにかくね、紹介していったらまだね、まだあと5ページぐらいしか読んでないですからね。まだまだこんなにあるわけですよ。だからね、どんなにサービスがあるのかもう覚えきれないぐらいあります。ということで、法人を作ると、個人でどんなにカード履歴が悪くても、法人になるとね、まっさらからスタートしますので、こういった憧れのカードね、私ブラックとかゴールドとかプラチナっていうのはね、とても個人では作れませんけども、法人になるとこうやってどんどん作れると言いますか、作りませんかっていうふうな案内が来ますよね、積極的に。要するにインビテーションではないんですけども、セールスが来るわけなんですよ。まあ、インビテーションっていうのは基本的にはアメックスカードのインビテーションっていうのはブラックに対して来るんですよ。他のインビテーションっていうのは基本的にはセールスだと思いますんで、私の感覚でね。まあ作ってね、この年会費ですとか、他のなんかいろいろと手数料でしょ？ああいうのがあるわけですよね。うまいことできてますからね。まあ今回お伝えしたのは、法人にするとどのぐらい特典が受けれるのかってことなんですけども、税制面で有利。こういった審判会社からの評価が高くて有利。で、コンシェルジュサービスをはじめとする、一般では絶対受けられないようなね、サービスとか空港ラウンジですとか、お金に関するお得情報とか、お得なサービスがどんどん積極的に寄せられていって、まあ、ますますお金を使いたくなるということなんですけどもね。まあそういうふうな形でね、生活が豊かになり、いろんな、この、レギュラーでは見えないような世界が見えてくるということが、このプラチナゴールド、ブラックですね。これはまあブラックじゃないですけども、プラチナゴールド、ブラックの世界かなと思っております。で、私はですね、50歳になるまでに本物のブラックカード欲しいと思うんですよ。今、ゴールドとプラチナがレギュラーですから、あと法人でね、どうしてもブラック。まあ個人でももしかしたら、逆転ホームランで個人でも取れるかもしれませんけども、ブラックカードをね、なんとなくちょっと取れる身分には行ってみたいなと思います。さあ、40歳までカードブラックだった私が10年以内にブラックカード取得できるんでしょうか？まあ、まず無理でしょう。まあでもね、何を考えてワクワクするのも自由ですから、私はね、ブラックカードを取れるんじゃないかなと妄想を抱きながら暮らしています。まあ、ブラックカード取れたからといってね、別に今のサービスで十分なんで、なんかね、ただ好奇心で取るだけになっちゃうかもしれないですけどね。まあ、そんな感じで肩肘張らずに、ちょっとね、思い描いていきたいと思います。今回も動画をご覧いただきましてありがとうございました。皆さんもね、法人を作るメリット、存分に感じていただきたいと思います。それでは失礼します。